ラインフリードリヒビルヘルム大学本は、ドイツの本にある、総合大学。通称は、ボン大学。以降、本校では、ボン大学と呼称する。ボン大学図書館ボン大学は、現在135以上の異なる国から5000人以上の、外国人学生を含む合計3万1000人の、学生を要する。在学生は、 100以上の異なるテーマの中からカリキュラムを選択することができる。タイムズハイヤーエデュケーション2018年版の世界大学ランキングにおいてトップ100にランクインしている。フリードリ・ヒビル・ヘルムは12世紀からフランケン地方、シュバーベン地方、プロシア公領、プロイセン王国などの地域を統治していた士族である。 フリードリヒビルヘルム3世の時代に、ブルシェンシャフトの弾圧が行われ、その後の1818 18年に大学が設立された。1918年のバイマル共和制設立以降も、また、1949年の新生ドイツ連邦共和国設立以降も、自然科学、人文科学系を中心とした充実した環境の大学となっている。ボンの中央広場にある、 本館並びに、市内に点在する。東京農工大学とパートナーシップ協定を結んでおり、同大学内に農工大の研究拠点がある。また、同大学の分子生物学部などを所管する、ライムズ研究所とも、バイオメディカル分野でワーキンググループを形成している。以下の7つの学部を要する。なお、国家学は日本語でいうところの社会科学ほどの、 意味である。ありがとうございます。